うまくいかねえ。コントロール完成、まだまだ。うまくできたら完成、ガヤガヤ。なんかこうコツがつかみきれてねえんだよな。ってわけでもう一度話させてくれよ。タグ、仕方ねえな。よし、パッツァン、悪いけどもう一度コツを教えてくれ。またかよ。つうか前に教えた以上のコツなんてねえぞ。え、そうなの？Bと拳を交えるやり方がコントロール成功の近道だ。繊細なコツなんて教えてもお前には無理だろ。努力と根気で身につけろ。おお、ハッツァンってば俺のこと分かってんな。しかしお前も慣れ慣れしいというかおかしなやつだな、ナルト。こうして面合わせて話すようになったのはちょっと前からだってのに物おじしねえし。え、なんでハッツァンに物おじしなきゃいけねえんだよ。なんでって、ナルトの度胸は超度胸。誰でも仲良し、なんかよし。旦那、お前とそっくりだ。おいや。まあいい、さっきの話に戻すが、コツはもう言い切った。アドバイスはもうできねえぞ。おっちゃんもハッツァンも言うんならそうなんだろうけど、でも言い訳して、言い訳ない。今はとにかく拳を交える必要、手加減なしの手合わせ、これ必要。オッケー、すぐに始めるぜ。レッツスーパーバトル、イエー。おっと、返事がないぜ。変だな、ナルト。あん？お、おし。戦闘開始。上がってこいよ、バカ野郎。この野郎、冷却は完全にコントロール。それは無敵で素敵。集中しやがれ、しっかり。じゃないと大怪我。分かってるってばよ。何かやってんのか。なかなかの攻撃。でもコントロールはできてない。ハートに全く来てない。つか、どうした？さっきから。なんか引っかかってるようだな。うん。実はさ、さっきからいろんなとこでチャクラがぶつかり合ってる感じがしてさ。それがどうにも気になって。
そりゃ気のせいだな。ここはチャクラを中からも外からも遮断。中のお前がチャクラを感じる。それ悪い。冗談。ナルトのやつ感づき始めてるな。しかしこの部屋でなおチャクラを感じ取る感知力だ。このまま嘘は突き通せんぞ。どうするB。何が？何がって、お前ちゃんと作戦聞いてなかったのか。雷影から極秘裏に命令受けてただろ。ナルトを監視して外に出すなってよ。ああ、そういえばそんなこと言われたか。仕方ねえ。集中できないナルトに朗報。場所を変えるぜ、こっちに。イヤッホー。この先ならさらに集中。コントロールはすぐさま集中。うん、押す。考えたな。確かにこの中ならさらにチャクラを遮断できる。さっさと続きを始めるぞ、チャゲランチョ。ちょっとだけならいいよな。やっぱ外のチャクラが気になるし、専任モード使って調べてみるってばよ。止まれ、ナルト。イルカ先生、なんでイルカ先生までこんな島に。この島での追加任務が出た。俺はその応援に来ただけだ。追加任務？今ちょうど未確認生物が出て、そいつを確認しなきゃならない。なぜなら、俺ってばいくつものチャクラがぶつかってるのを感じた。それと関係、そうだ、そいつのせいで外ではちょっと騒動になってる。とはいえまだ完全に実態がつかめたわけじゃない。調べが終わるまでもう少し時間がかかる。じゃあ俺も。今回の調査はいろいろと神経を使う。それに繊細な部分もある。お前にはだから結果が出るまでお前にはこの奥で待機しててほしいんだ。結果が出たら連絡を入れてやるから。なんだイルカ先生の態度、なんかもしかして。どうしたんだ。そんな生物がいるんなら俺が抑える。自分で確かめさせてくれってばよ。ナルト。